死ねしたあったけーな、なんか落ち着く。甘えん坊さんになってもうたん？そしね、見たらつい抱きついちまった。ぎょうさん甘えてええよ。よしよし。へへへ。ちげえ。そうしねえ。まあいい。まあいい。教えてくれ。うん、なんとなくわかったかも。こうか。わあ、すごいな。もう踊れてまうんか。ようちゃんは天才さんやな。んなことねえよ。ソシネの教え方がさ、わかりやすくて覚えやすいんだ。今だってよ、俺にわかるようにゆっくり踊ってくれたんだろ。じゃねえと、俺がこんなすぐに覚えらんねえって。ソシネがすげえんだ。ほんま、ええ子やね、ようちゃん。でも、なんでうちな？コウ君もユエルちゃんもおるやろ？コウ兄にも教わってる。いつも一緒に踊ってるしよ。言えねえわ。たまにだな。でも素子姉が一番だ。超優しいし、大好き。ようちゃん、ほんまに、ほんまにええ子やね。そしね、くすぐってって。どうしたんですか？しかめっ面で覗き見なんてして。納得いかん。ほう。ほう、ちゃうわ。なんやそのあからさまにめんどくさいみたいな反応。返事しただけですって。でも、めんどくさいこと言いそうだな、と思ったことは事実です。正直か。素直な子が大好きや。ユエルさんの情緒がわからないです。わからんのはうちの情緒やない、ようの言い分や。うちにももっと甘えてほしい。なんでようはうちには教えてって言ってこへんの？うちも優しくしとるのに。それは言えねえ。すぐ飽きるじゃん。いつの間に、なんで覗き見バレてん。そんな大きい声で喋ってたら誰でも気づくだろう。
それよりも、飽きる？この前なんか練習中にさ、見てみーよ、蝶々や、決体の色やな、おうでってどっか行っちゃったし。子供ですか。追っかけるやろ、決体の色の蝶々やで。あと、なんか角生えとったし。角？興味あるかも。ソシエさんまで。あと言えねえわさ、いっぱい触ってくるだろ。はずいから、たまにでいいかなって。ちょっとしたスキンシップやん。ソシエかてなでなでしとったやろ。ユエルさんの触り方が、その、ちょっとやらしいからなのでは。やらしゅうないわ。そんなん考える河野がやらしいわ。な、僕だってやらしくないです。ソシエ、ヨウとコウがうちをいじめる。うちのこと慰めて。よしよし。いきなり空が暗く。なんや、あのでっかいキツネ。まさかキュービか。気配が違いますけど、だとしたらあれは一体。なあ、あのでっけえのさ、ソシネにガン飛ばしてねえか。え？うち？でも、あんな陽気なキツネハンの知り合いなんておらへん。素晴らしき舞であった。そなたしかおらぬ。そなたしか、我の、ものに。え？ソシネ！ちょ、待てや！ソシエをどこに連れてく気や！の野郎を落とす！からの舞！黒の舞、影桜。何すんだ、相手がちげえだろ。いいえ、間違ってません。気持ちはわかるけど、今あいつ落としたらソシエも空の底や。俺のバカ野郎、何してんだ。取り返しのつかねえことするとこだった。ごめん。
ええよ、ようは悪くあらへん。悪いのは全部あいつや。なあ、どうすればいい？もうあの野郎見えなくなっちまう。落ち着いて。ようなら九尾の力や神器の気配が探れますよね。その力を使えばすぐにあいつを追えると思います。そっか。気がかりなのは、あの狐から敵意も害意も感じ取れなかったことでしょうか。目的が一切不明ですが、急ぎましょう。わからないものほど得体の知れないものはありませんから。今、星晶獣の気配が。あれ、ソシエはどうしたんだよ。団長、ええところに。実はな。ソシエさんがキツネさんに。ルリアが感じた星晶獣の気配の正体は、そのキツネだったのか。モチのロイヤ。ソシエ、待っとってな。すぐに助けに行くからな。ここは。目が覚めたか。まずは謝らねば。先ほどは乱暴にさらってしまい申し訳なかった。探し求めていた存在を見つけたので、つい短絡的な行動をとってしまったのだ。それに我にはもう時間がなくてな。体は。勝手な願いで申し訳ないが、先ほどの愚行を許してほしい。そして我の話に耳を傾けてくれぬか。なんでうちをさらった？それは。恩切り隠そわか。すまない。少しここで待っていてくれ。ええけど。お稲荷様、お姿を見せていただきありがとうございます。よい。そなたらも我をよく見限らず信仰してくれているな。この村の衰退はすべて我のせい。恨んでくれても構わないというのに。とんでもございません。村の衰退は我々のせいです。むしろ我々が、我々の村が今日まで繁栄できたのはお稲荷様のおかげ。感謝しこそすれ、恨むはずもございません。むしろ恨まれるのは私たちの方でございます。我々の信仰心を糧に生き、北条を授けていただけるあなた様に十分な信仰心を届けられない。村の若い者たちのほとんどがあなた様を忘れ村を捨てました。我々はそれを止められなかった。
今やあなた様を信仰する者は我々老いぼれのみ。申し開きもございません。謝ってくれるな。そなたらはよくやっている。現に毎日祈りを捧げてくれているではないか。どれだけ助けられていることか。当然です。我々は少しでも長くあなた様に生きてほしい。わずかですが我らの信仰心をぜひその命の糧にしてください。無理はしなくてもよい。そなたらもこんな偏僻な場所でなく便利な町へ行ってもいいのだぞ。ご冗談を。約束をお忘れですか。我々は最後まであなた様と共におりますゆえ。なんとなんと信心深いことか。それなのに我は。ああお稲荷様。まだ大丈夫だ。まだせめて祭りまでは。待たせたな。ううん、ええよ。大変なんやね、お稲荷様。聞いていたのか。いや、むしろ同席させるべきであったか。お稲荷様、うちをさらった理由、今のあなたと村の状況に関係しとるん？あと、お祭りって何なん？聡明な子だ。名乗りが遅れたな。我は浮かの御霊、またの名をお稲荷。そなたは確か祖師へと呼ばれていたか。うん。うちお稲荷様の話ちゃんと聞くよ。せやから話してくれへんかな。ああ、なんと優しい子だ。ありがとう。今からする話はそなたにしか頼めぬこと。人の子よ、どうか頼む。我の代わりとして村の祭り稲荷祭で待ってくれぬだろうか。うちにお稲荷様の代わりを。我についてきてくれぬか。村を案内しよう。その方がそなたも我の言葉を理解しやすくなるだろう。人はおらへんのか。悲しいことだが、そう遠くない未来にこの村は消滅するだろう。そうなれば我は信仰を得られず長き眠りにつくことになる。どうにもならへんの？そなたが気にすることはない。
栄枯盛衰は人の定め。これもまた運命だ。だがこの運命に抗おうとする村人たちも少数だがいる。あのおじいちゃんとおばあちゃん？ああ、彼らが主導のもと村おこしを行うことになったのだ。毎年この村で行われる稲荷祭を基盤としてな。通例通りなら祭りには我が人の姿に化け豊穣を願う舞を舞う。だが今の我には人に化ける力すら残っていない。そっか、せやからうちをさらったんやね。代わりになってほしかったんや。せやけどなんでうちな？舞ができるだけやったらうちよりも。藍色の少女と同じ答えだ。そなたの優しき心に惹かれた。え？その上、あの船の上での舞やそなたの足運びを見るに、そなたは生の舞を得意としているのであろう。そうやけど。我が北条の舞も同じく生の舞ゆえに、我の代役にはそなたが最適だと判断した。それとこれは奇妙ではあるが、そなたのその姿は我が人に化けた姿にそっくりなのだ。ほんまに？偽りはない。無理やりさらってきた上、勝手なことを言っているのは重々承知している。だが村人たちの願いに応えるためにも力を貸してもらえぬだろうか。お稲荷様はこの村のことほんまに大切に思っとるんやな。そういうことやったら条件次第では協力したってもええよ。ほう、その条件とは何だ。できることなら何でもしよう。あのな、団長班、うちのおる気空団の人たちがな、多分そろそろ来ると思うんよ。なんと、この場所がわかるというのか。藍色の子、ようちゃんって言うんやけどな。その子、すごい力を持っとるんや。そうなのか。合点が言った。さらわれたというのに、そなたの肝の据わりよう。仲間が助けに来てくれると、確信していたのだな。うん。けど、団長班たちが助けるんはうちだけやないと思う。ほう。うちにしてくれた話をみんなにもしてくれへんかな。構わぬが、それが条件なのか。団長班たちにも全部相談したいんよ。きっと力になってくれる。いい人なのだな。だが本当にいいのか。頼んだ身でありながらこれを尋ねるのは気が引けるが、ここまでしてくれるのはなぜだ。寂しいやろ。そなた、もしや。いや、聞くまい。承知した。それが協力の条件だというのであれば、飲もう。
と。驚いたな。言葉通り、そなたらの仲間はもうすぐそこだ。ほんまに？迎えに行ってこよう。無理せんといて。休んでええよ。空飛ぶのも、もう辛いんやろ？本当に、優しいのだな。団長班なら大丈夫や。ちゃんとぴったし、ここに来てくれる。大した信頼だ。では、言葉に甘えよう。少し眠る。事情があったんよ。ああ、事情？すべて話そう。約束だからな。なるほど。村おこしのお祭りで自分の代わりに祖神さんに舞を。切羽詰まってたんだな。せやけど急にさらうんはちゃうやろ。ちゃんと話せばうちらかて心配せんで済んだんやで。軽率な行動だった。本当にすまない。まあソシエも許しとるみたいやし、うちはもうええけども。ほんまにひどいことしとらんみたいやしな。勝手な頼みですまないが、どうか力を。ほら、言うたやろ。ソシエさんが決めたことです。なら僕たちも喜んで協力します。協力して何とかしましょう。でも俺たちは何すりゃいいんだ。おお、これから考えましょう。ほう、明暗やな。うちも今同じこと思ったわ。あはは、本当にいいのか。お話を聞いて、私たちも力になりたいって思ったんです。ルイは友を呼ぶか。そなたのそばには本当に優しき子が多いのだな。ちゃうよ、お稲荷様。うちが団長班たちに似てもうたんや。そうか、いい関係だな。協力感謝する。優しき子たちよ。では早速だが、舞の練習をするとしよう。
なんとか化けられたか。その姿、お稲荷様な。うん、そうだ、似ているだろう。おー、ほんまにソシエにそっくりやな。せやけど化けられへん言うとらんかった？そなたの我を思う心を信仰心を糧にさせてもらった。だがこれもその場しのぎに過ぎん。ゆえに請求だが練習に入らせてもらう。あの、僕も練習に付き合ってもいいですか？豊穣の舞というのがどういうものなのか気になるので。それにソシエさんが舞を習得するのに何かの力になれると思うんです。俺もいつもソシネーに教えてもらってっからなんかしたい。もちろんうちもや。願ってもないことだ。じゃあ、私たちは。村人たちを手伝ってやってくれ。そなたらのように若い者がいれば助かることも多いだろう。はい、了解です。あとは祭りのことを村の外にも知ってもらうためによろずやに連絡取った方がいいか。こういうのは早めがいいよな。すぐに連絡しようぜ。おきにな、みんな。さて、それでは始めるぞ。頑張っとるな、ソシエ。ユエルちゃん、どないしたん？こんな時間に。ちょい話したいな、思ってな。ほんまは、なんでお稲荷様の話受けよう思ったん？うん。栄枯盛衰は人の定めやって。せやから、村が消えるのは当然やって、お稲荷様は言うたんよ。でもな、やっぱり大切なものがなくなってまうのは寂しいと思うんよ。うちにはわかる。だってうち、お母はんとお父はん。そっか。うん。お稲荷様とこの村のみんなに同じ思いをしてほしくない。そう思ったんよ。ソシエらしいな。うりうり。ご商売よ。でもそれだけやないんやろ。何を隠しとるんや。うりうり、履いたら楽になるで。全部お見通しなんやね。どんだけ一緒におると思っとるんや。ずっと？そや、ずっと一緒や。きっと生まれる前からもな。やからわかる。かなわな。うちな、いつもみんなに助けてもろうてばっかりやろ。せやけどうちには何の力もあらへんから、みんなにお返し一つできひんのよ。ほんでな、実はな、ちょっぴり嫌になってもうてな。誰かに助けてもろうた分、たくさんの人に恩を返せるような、そんな自分になりとうて。団長はんみたいになりたかったんよ。せやからお稲荷様を助けるんは
うちのわがまま。ううん、自己満足なんよ。ユエルちゃん、どないしよう。うち、嫌な子になってもうたかな。もうおててのお稲荷様も呆れて暴走してもうたんや。え、ソシエが嫌な子なわけないや。自己満足、わがまま、そんなん上等やろ。やらへん善よりやる偽善や。は偽善ちゃうけどな。誰かの力になりたかった？お返し一つできへん？そんなわけあらへんやろ。うちはいっつもソシエに助けてもらっとる。ユエルちゃん。ううん、うちだけやない。こうやよ、団長たちだってそうや。バレていましたか。コウ君、ヨウちゃん、なんでここに？その、思い詰めていたようですし、気になって。まあ、ソシネ、俺はソシネが助けてくれたからよ。今ここにいいんだ。こうして幸せな日常を送れているのはソシエさんの優しさのおかげなんです。だからさ、そんなこと言うなよな。コウ君、ヨウちゃん。そっか、うちみんなのこと助けてあげられてたんや。思い詰めていたんですね。ちょっと変だなって思ってたんです。ユエルも言ってたけど、ソシエは全部抱え込む悪い癖があるからな。でももう大丈夫そうですね。よかった。それよりもソシエ、お前みたいになりたいってよ。慕われてんな。まさかこの村がここまでにぎわうことになるとはな。このような光景、
二度と見れぬと思っていたのだが。団長班たちのおかげやね。いや、それだけではあるまい。そなたの思いがかの者たちを動かしたのだ。すべてはそなたの思いの強さゆえだろう。そないな風に言われると照れてまうな。ソシエ、そろそろ舞の時間やで。うん、すぐ行くな。それじゃあ、お稲荷様、うち行ってくるな。うち、お稲荷様の思いを込めて待ってくるよ。ああ。この祭りさえできれば、思い残すことはない。これで、もう最後。そう思っていたのだがな。なんてお綺麗なのでしょうか。お稲荷様の舞と遜色ない素晴らしい動き。さすがはお稲荷様が選ばれた方。ああ、お稲荷様。我々はいつまでもあなた様と共に。恩切り格ソワか。恩切り格ソワか。我もそなたらとまだ共に。だが我にはもう時間が。何？やっぱソシエはちゃうな。この静かな流れの動作と厳かな空気は僕には出せません。俺もいつかこんな舞を踊ってみてえな。実に素晴らしい舞だった。そなたのおかげでこの祭りは村の皆の心に残るだろう。え、お稲荷様？なんで人に？周りを見てみるといい。周り？いい舞だったな。俺あんまこういうの見ないんだけど、初めて見とれちゃったよな。祭神は宇賀の御霊様だっけ？どんなご利益があるのかしら。五穀豊穣に商売繁盛、空城安全、厄除け開運、縁結び、まだまだあるぞ。なんだそりゃ、ありがたいってもんじゃねえな。
結びまでカバーしてるなんて。私、信仰するわ。俺もまたお参りに来るぜ。あんな綺麗な舞が見れた上にご利益もあるなら来ない選択肢はない。おお、観光客にすげえ評判いいみたいだぞ。みんなお稲荷様を信仰してくれるみたいです。ソシエさんのおかげですね。うちのおかげ？そなたが美しく舞ってくれたおかげで、若い者たちの心に多少なりとも信仰心が生まれたようだ。おかげで何度か消えかけた体が完全に復活した。人の姿にも自由になれる。そしたら北条の力も？ああ、もう少し信仰心が集まれば使えるようになるだろう。そっか、よかった。これでもみんな大事なもん何も失わずに済むんやな。すべてそなたらのおかげだ。栄枯盛衰の考えも改めた。いずれ物事は終わるだろうが、終わりまであがいてみようとな。差し当たってはこの祭りを続けられるようにしないとな。お稲荷様。ソシエよ、心から礼を言わせてもらう。そんなん気にせんでええよ。うちはわがままを通しただけやから。それとな、お祭りするんやったらまたうちらを呼んでな。そん時はうちお稲荷様の力になるから。願ってもないことだ。ソシエとその仲間たちよ、本当にありがとう。いろいろと思い返してたんや。うちずっと不安やってん。みんなはうちが力になっとるってそう言うてくれとるやろ。でもな、うちどうしても自信持てへんくて。せやけど、お稲荷様の感謝と村の人たちの喜んどる顔を見たらな、うちでも誰かの力になれとるんやって、自信持ってええんやなって思うたんよ。せやからな、団長はん、うちこれからはもっと自分に自信を持とうと思うんや。大きにな、団長はん。もしかしたらまたわがままを言うかもしれへんけど、その時はよろしくな。
みんなと一緒やから、うち頑張れるんよ。